交通管理隊香川基地の井出下です。皆さん、今回は高速道路上で事故や故障など緊急時の対処法について説明していきます。高速道路上で人が跳ねられる重大事故が多発しています。こんな時に注意が必要です。車外へ避難中、または待機中、路肩で修理中、タイヤチェーン脱着中、通報中、事故当事者同士で話し合い中、路上に立たない、路上を歩き回らない。高速道路では後続車に追突され命を落とした事故が発生しています。後続車の運転者が気づいているとは限りません。停車後は次の3点で後続車に故障車や事故車の存在を知らせてください。ハザードランプ点灯、発煙筒を着火、停止表示機材設置。設置する際はガードレールの外側や中央分離帯に沿って後方へ移動してください。また足元に十分注意してください。車の周りに立たない、車内に残らない。運転者も同乗者も全員通行車両に十分注意しながら車を降り、ガードレールの外側など避難できる場所かどうかを十分に確認の上、安全な場所に速やかに避難してください。車内は安全ではありません。後続車に追突され命を落とした事故が発生しています。事故の場合には110番もしくは非常電話等を利用して通報してください。故障の場合には非常電話もしくは道路緊急ダイヤルシャープ9910で通報してください。非常電話は本線上1キロ置き、トンネル内は200メートル置きに設置しており、受話器を取るだけで道路管制センターにつながります。非常電話まで移動する際は通行車両や足元などに十分注意し、ガードレール外側などの安全な場所まで歩いて移動してください。道路緊急ダイヤルシャープ9910はスマートフォン等からも発信できます。道路管制センターにて交通管理隊を出動させるとともに情報板を点灯し、二次事故防止のため後続車両への注意喚起を行います。高速道路における緊急時の対処法ポイントは4つ。1、路上を歩き回らない。2、ハザードランプ、発煙筒、停止表示機材を提示し、後続車に合図。3、走行車両に十分注意して、運転者、同乗者、全員、ガードレール外、安全な場所に避難。4、非常電話等で通報、安全運転にご協力お願いします。高速道路の安全、守りたい。道、人、未来へ、ネクスコ西日本グループ。